こんにちは、ヒロです。本日の動画テーマは暴走トライシリーズ縦トラとキサトラの紹介をしていきたいと思います。はい、人気のトライアスロンシリーズの紹介となります。立山若潮トライアスロン、通称縦トラ、そして木更津トライアスロン、通称キサトラですね。こちらの2つのトライアスロンレースで成り立っているシリーズ大会です。はい、こちらの大会、都心部からのアクセスの良さやコースの走りやすさで人気を博している大会なんですけど、僕もね、2022年木更津トライアスロンに出場をしてきました。その時のレースレポートの動画も以前アップしていたんですけど、今年はですね、縦トラとキサトラ、こちら2つの両方のレースにね、出場をしようと思ってます。ぜひ皆さんと一緒にね、楽しんでいきたいなと思っていますので、今回ね、暴走トライシリーズ紹介をしていきたいと思います。なので今回の動画で分かることとしては、暴走トライシリーズ縦トラとキサトラ、こちらのレースについて詳しく分かります。大会概要やレースの魅力、それからエントリーの詳細なんかも詳しく説明していきたいと思いますので、ぜひ今回も動画を最後まで楽しんでいってください。ちなみに僕の YouTube チャンネルでは主にトライアスロン関連の情報をメインに発信しています。アイアンマンまで完走した経験をもとに、主にトライアスロン初心者向けの情報を同じ目線でお届けするようにしていますので、興味のある方はぜひチャンネル登録もお願いします。それでは今回のテーマ、暴走トライシリーズ縦トラとキサトラの紹介、やっていきましょう。はい、では今回の動画、暴走トライシリーズについて紹介をしていきますが、目次としてはこんな感じになります。1、暴走トライシリーズとは。2、立山若潮トライアスロン。3、木更津トライアスロン。そして最後にエントリーについて、という形で展開をしていきたいと思います。では1番、暴走トライシリーズとはということで、まずね、こちらのシリーズについて端的に説明をしておきたいと思います。こちらはですね、日本唯一のトライアスロン雑誌ルミナが企画している縦トラ立山若潮トライアスロンと、キサトラ木更津トライアスロン、この人気の2つのレースで展開されるシリーズ戦のことですね。で、青い海でファミリーデーを楽しむなら縦トラ、そして爽快なコースを思いっきり飛ばすならキサトラ、こんな風にね、キャッチコピーが歌われているんですよね。大会概要についてはこの後詳しく説明していきますが、こういった感じで2つの特徴が異なる、そんなトライアスロンレースで構成されてるんですね。で、シリーズ戦としてこの2大会に出場するメリットというところもあって、まずね、ダブルで出場するとエントリーが割引になる。レースカテゴリーとしてはオリンピックディスタンス、それから今年はスプリントディスタンスが追加されてるんですね。こうした2つのカテゴリーで縦トラキサトラにエントリーができて、しかも割引までしてもらえるっていうのは嬉しいですね。それから両大会の完走者全員に暴走ダブルフィニッシャー T シャツというのをプレゼントしているんですね。こちらね、実は動画の冒頭から僕が着ているこちら、まあお気づきだったかもしれないですけど、こちらがね、昨年度の暴走ダブルフィニッシャー T シャツになります。実際僕は昨年のレースには出てないんですけど、今回レースの紹介をする上でルミナの担当者の方からね、こちらの T シャツをお借りすることができました。はい、近くでお見せするとデザインこんな感じになってますね。暴走フィニッシャー、ダブルフィニッシャーですね。そして木更津トライアスロン、そしてこちらは縦トラと書いてありますね。こんな感じのかっこいい T シャツを両方の大会フィニッシュすることでもらうことができるんですね。さらに暴走ダブル縦トラとキサトラ、2戦の合計成績で表彰もされる、そんなシステムにもなってます。暴走ダブルでの総合優勝者には暴走チャンピオンジャージ、こちらがね、申請されるみたいです。暴走チャンピオンジャージのデザインについてはこちらに画像で出しておきますね。こんな感じのチャンピオンジャージもゲットすることができます。さらにシリーズランキングはトライアスロンルミナの紙面とウェブで発表がされるみたいですね。自分の成績がトライアスロンルミナの紙面に載るっていうのはね、かなり嬉しいことでもありますね。あとは縦トラキサトラのどちらの大会でもプロカメラマンが撮影してくれた写真を無料でダウンロードすることができるんですね。僕もね、2022年木更津トライアスロンに出場してましたけど、
こんな感じのなかなか自分では残せないようなかっこいいアングルの写真っていうのをプロのカメラマンが撮影をしてくれるんですよね。やっぱり自分がレースで走っている写真っていうのは家族だったり友達だったりに頼まないとなかなかね残らないものなんですけど、こういった感じですごく綺麗な一眼レフの写真で残してくれるっていうのはめちゃくちゃ思い出に残りますし嬉しいことですね。あとアクセスの良さっていうのもいいですね。千葉県の館山と木更津、もうね首都圏からのアクセスが抜群に良好で、特に東京湾アクアラインを使えば館山、木更津ともに神奈川方面からもねすごくアクセスがいいんですよね。トライアスロンレースの1日っていうのはなかなか大変なものですけど、行きも帰りもメリットをめちゃくちゃ感じられる距離感です。あとは縦トラ、キサトラともに事前に競技説明動画を受講して、そして確認テストに合格しておけば当日は会場に来場するだけ。すごくね参加者の利便性を優先したトライアスリートフレンドリーな大会と言えるかなと思います。では次に館山若潮トライアスロン、通称縦トラの大会概要について見ていきましょう。まず大会名は館山若潮トライアスロン大会、2024年の JTU トライアスロンエイジグループナショナルチャンピオンシップのシリーズ大会でもありますね。そして開催日は2024年5月26日の日曜日です。で開催地は千葉県の館山市、こちらの沖ノ島海上自衛隊館山航空基地内で行われます。そしてレースカテゴリーは豊富に6タイプ用意されてるんですね。まずスタンダード、これはいわゆるオリンピックディスタンスの距離ですね。それからスプリント、スタンダードの半分の距離になります。そしてママチャリ仕様 OK のチャレンジ、それから小学生高学年向けのジュニア A、 小学生低学年向けのジュニア B、 それから未就学児用のスイミー、これら6タイプのカテゴリーに分かれています。こんな感じで大人から子供まで選んでエントリーをすることができるので、もうね家族揃ってトライアスロンを楽しめる、そんなファミリーで楽しめるような大会になってますね。でレースコースは館山航空基地内、自衛隊の基地内を走れる、そんなねまたとないチャンスとなってます。でこの縦トラはとにかく海が綺麗なんですよね。参加者の声だと海の透明度が最高、それからずっと海底が見えて安心して泳ぐことができました、また遠浅なのもグッド、こんな感じで海の綺麗さを称賛する声がたくさん届いてるみたいですね。それから先ほど言ったようにレースカテゴリーは6タイプ分かれていて、もうね子供から大人までレベルに合わせてトライアスロンデビューを応援してくれる、そして家族全員で楽しめる、そういった大会が縦トラなんですね。では次にキサトラ、木更津トライアスロンの概要を見ていきましょう。大会名は木更津トライアスロン大会、開催日が2024年6月30日の日曜日です。開催地は千葉県木更津市ですね。レースカテゴリーはこちらは3タイプですね。まずスタンダード、こちらはいわゆるオリンピックディスタンスですね。そしてその半分のスプリント、それからスタンダードの距離を3人で行うリレーですね。こちらリレーも設定されているのでチームでねトライアスロンレースを楽しむことができます。でキサトラのコースマップについてはこんな感じですね。まずスイムは木更津港を泳ぎます。そしてバイクランは爽快なフラットコースですね。特にねこの木更津トライアスロン、僕も一度出場した時にはこのバイクとランのフラットコース、滑走路がコースになってるんですよね。もうねこれめちゃくちゃ広々としていて、特にバイク走っているとね本当に気持ちが良かったです。非日常感満点っていうんですかね、もうね風を切って思いっきり走るスピード感みたいなのがねめちゃくちゃ感じられるコースになってます。コースとしては初心者にも安心な設計となってますね。オールフラットですごく走りやすいので完走もしやすい、それからノンストップでとにかく快適に走れるので自己ベストタイムを狙っていきたい、そんな中上級者の方にとっても魅力的な大会、それがキサトラかなと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。以上が暴走トライシリーズ縦トラ、キサトラの紹介でした。で最後にエントリーについてですが、エントリー受付はもうすでに2024年3月1日から開始をしています。
縦トラ、キサトラそれぞれのカテゴリーと参加費用はご覧の通りになってます。そして注目なのは先ほども説明したダブルエントリーですね。こちらはスタンダード、スプリントともにね、縦トラ、キサトラでダブルエントリーすることができますので、こちらもね、お得にエントリーをすることができますし、ダブル完走でこちらの暴走ダブルフィニッシャー T シャツ、こちらをねゲットすることできますので、ダブルエントリーっていうのもぜひぜひ検討してみてほしいと思います。さらに詳細をチェックしたい方は動画の下の概要欄、こちらに大会の公式ホームページとエントリーリンクを貼り付けておきますので、エントリーを検討している方はぜひぜひチェックしてみてほしいと思います。で、このエントリー自体も先着順になっているので、出場を考えている方は早めのエントリーをお勧めしたいと思います。はい、そんな感じの暴走トライシリーズ、縦トラ、キサトラですね。ぜひぜひ今回の動画を参考に出場を検討してみてほしいと思います。で、僕自身も縦トラ、キサトラこの2つのレースに出場する予定なので、ぜひね、皆さん一緒にレースを楽しんでいきましょう。それでは今回の動画以上になります。今回の動画参考になったと思ってくれたら、ぜひいいね、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。こういった形でトライアスロンのレース情報も発信していくモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それからインスタやツイッターもやってます。公式 LINE ではトライアスロンに関する個別相談も受け付けてますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。